皆さんおはようございます。あ、今見えたかな。はい、ちょっとあれですけども、はい、今ね11時見えんか、見えないかな、見えないね。29分、見えるね。はい、夜勤明けでね、家で風呂入ってすっきりしてきたところでございますが、この前ね54,000円突っ込んで、54,000円突っ込んでですよ、12,000円回収したあの台の、ジャグラー EX の台が空いてればね、そこで1万円ぐらい返ってこないかなという軽い気持ちでね今日やってきました。まあ空いてるか分かりませんが、まあ空いてなかったらね2,300回っているゼロあたりのやつを狙っていこうかなと思います。では、動画をお待ちください。つなげます。今日も楽しみます。分かりませんが行きましょう。暗くてすいません、1871回当たってね、合計267回ってますので、まあ67回転ぐらいね多く回ってるんじゃないかと思います。で、私が回したのがこの37回でね、動画を見せたかと思います。で、その次の日が、3日前ですね、やっぱりこれぐらい235分の1、ここで私が、42,000円負けだと最初説明したときですね。今日はここからスタートしていきます。20スローですね。今日の1回目見せることができました。317、4,000円か、入れたところです。これでビッグだとなんとかプラスというところですね。ありがとうございます。はい、よかったです。32回転見えますかね。はい、ちょっと店員と喋ってたらね、当たってしまったので、ちょっと、ここから久々から動画を今日撮っていこうと思います。ちょっとね夜勤明けといったんで、ちょっと眠さがね、来てるんですけれども、ちょうど、当たってくれて嬉しかったです。ただ32回転なんですよね、25回転ぐらいしか50倍で回らなくて、まあ、そんな感じで、ございます。さあ喋っていて、ストロークの行く8、動画に撮ってて、ね、見る人は、ね、やっぱり10回転で、ね、長いと思うので、最近は5回転ぐらいしてるんですけど、11回転目最近1桁で来ない、まあ、この前ねあれだけハマった台だったので、1桁でほとんど来なかったですよね。はい、では動画をつなげます。はい、なんとなんと3連ですね。8を8狙って当たらなかったんですけど、次の瞬間ポンポンポンと押したら揃っちゃいました。また光る瞬間が取れずにすみませんでした。さあここで光ればすごいですけど、4連チャンはねどうかな。でもねバーが来そうな感じもするんですよ。もう520回転、総回転回ってるんですけど、バーが来てないので、まあ、それを期待して、回してるんですが、やっぱりねバーも間に入った方が枚数的にはだいぶ増えるし、ジャグレーもねそれだけ多くなると、いうことなんで、バーもねここで2回、あるいは3回来て、ずっと、同じ数字でね動いてくれればいいんですけど、はい、もうこれ10回転ですね。あ、来なかったね。まあ11回転ね。はい、では動画をね伝えていきます。なかなか今日も1桁で当たらないような気がします。はい、なんとか初メダルでね、はい、ペカることができました。336ですね。はい、まあ見せた通りですね、317、4000円で当たって一応なんとか、来たということです。で、ここでバーがね、くれば854分のバーと、多分バーだと思います。おー、よかったね。はい、一応、プラスで、遊んでおります。はい、264ですね、ずっと減ってます。
1118回転で初のバーが来るのか。バーですね、1118でした。はい、バーの後取っとくべきでしたね。やっぱり、3回転ということで、あの音が流れます。3回転になる音ですね。ありがとうございます。はい、57でバーですね。いいですね。でも隣、私の隣ね、1回も当たってなかったんですけども、なんとビッグが4回、バーが2回、もう1泊半ぐらい、あ、ちょうど1泊ぐらいか、住んでますね。で、今左の話をしたんですけど、右ですね。右は最初バーが2回当たったんですけど、その後100で連チャンして今、まあ、100ちょっとで当たったのも入れれば8連チャン、ビッグ4、バー4で、こちらも、1箱ぐらい、積んだというところで、私ども結構ね、良かったんですけど、なぜか左右にまたまたいつも通り負けてるという段階なので、今日は結構ね、早い段階からどこも回ってます。回ってるんじゃなくて当たってます。なので、ちょっとハマってる台も出るんじゃないかなというふうに、思ってますけど、どうかわかりません。とりあえずちょっとこれはね、もうちょっと打っていきたいと思います。はい、私は142、隣は、ビッグ5バーガー3というところで、800回転しか待ってないですけど、私とも変わらないぐらいというところでございます。いやー、今のがね、私のバーだったんで、ここ連チャンしてほしいですけど、隣はもう、4連、私は3連が2回というところで、またここでも3連で、してほしいんですが、いいかな。で、私の右側もね、さっきレインボー出しましたし、4の4で変わらないんですけど、まだ隣はさらに、まだ600回転しか回ってないというところで、私のアプリ座ったんですけど、キューッとね、私の回数を押されていきました。まあ、追い上げるタイプというところで、どっかでハマるんでしょうけど、結構私も当たってるつもりなんですがね、なんか嫌な感じがします。ここからね、伸びていって追い抜くのをね、楽しめていけたらなと思うんですけど、どうかわかりません。こういう回は、はい、やっとペカりました。335、一応著メダルですね。隣が見ての通り、すごいでしょう。93分の1で、右側もね、99分の1なんですよ。上に溜めてると、でも私もね、著メダルで、遊べてるので、結構いいのかなと思ってますかね。サイドがすごい。やばいですね。ビッグ、私は36でバーですね。すごいすごい、ものすごくすごい。さっきは泥目でね、レバーオンで、泥目音が流れて、まだ再びレインボーに光ったと、いうところですごかったですけど、私もバーの後、さあ3回転でこないか、次チェリーの後、来い来い、ダメ、まだ分からん、来い来い、ダメ、来ないかな、一目だね。いや、今日結構 EX はね、出てますね。マイラグ5の方が結構ハマってるみたいですが、お客さんがやっぱり5の方がね、この、打ちやすいんでしょうか。やっぱりペカってるのになかなか揃いきれない人はね、やっぱり見えない、他の人で見えないペカリの方が安心して7を揃えるということでね、そういった人はマイラグ5に行ってますね。ドキドキ13で来るよ、来ない、つなぎます。はい、隣はね、まあ200ちょっとでね、バーが当たったというところでございますが、私はもう、今日最高のハマりですね。ここがね、336が最大ハマりやったんですけど、
317で私は最初当てましたが、ちょうど残り、あと32枚でね、飲まれるという段階です。一応、400台まではね、打っていこうと思いますが、まあなんか後ろの台でね750回転してる台があるので、まあ、それも打ちたいなとも思い始めてきました。はい、では、動画つなげれたらつないでいきたいと思います。今日過去最大ハマりですね。残り17枚で上がってきて、はい、やっと来ました。1万3000円ですね。663、まあですね、隣はね犬が見えてますね。私も光りました。はい、187、あれから追加投資、1000円というところですね。さあ、ここから出てくれればいいですか。よいしょ、あーですねー88、またね1000円、追加しました。やっと手買う瞬間、今日初めてですね。さあ、ゾロ目なので当たるんでしょうか。さあ、行きましょう。今のところですね、700ですね、36等超え700、780と88で、900、970回転で、ビッグは来ません。もしかしたら次一桁に来るかもしれませんが、ちょっと怖いんで、一回動画を切ります。はい、もうなかなかね、出たらないので、私が何を言いたいか分かりますかね。はい、次で、7が4つ並びます。まさかね、無理でしたね。はい、めかりました。2枚です。0枚、はい、1万円入れたところ光ると、ギリギリですね。はい、またまたですね、一応、これで、700、この2つで700でしょ、700、180、970、そして260で、1030と、200足して1230ぐらい、1235、1235で、まだビンカー来てないと。はい、やっと来ました。1235と言ったので、1280回転ぶりのビッグ、それもプレミアム、今日初めてですね。さあ、投資はねそのまま、2万円というところでございます。ありがとうございます。失敗しました。今ずっと1分間ぐらい喋ってたんですけど、はい、88でバーでした。ゾロ目チャンスだったんですけど、でその前に26で、今日は初めてのね、4連ということでございました。はい、ありがとうございます。隣がね今6連というところで素晴らしいですね。ここに来てまだ100も何桁もなってないというところで、すごい89分の1ということで、隣もねやっぱり来ますよね。はい、素晴らしいですね。はい、なんとかでも飲まれずね来たんでよかったですが、2万円は取り戻せないでしょうね。はい、本当に厳しい戦いですね。バーばっかりと乗りました。あの後ですね、7回転で、バーが来て今85という段階です。もうなんか周りがなんで、私できればねこれがビッグが、優先でしたらね、まあ、ちょっとは1万5000円ぐらいは返ってきてるんですけど、バーなので、まあ、これが戻ることを願って、打っていくしかないかなと思っております。まあ、現在ね、3437回転ですね、回っておりますので、まあ、4000回転からね、出る台かなと思って、
かなと思います。わー、友達、おー、友達、綺麗ですね。ありがとうございます。はい、今度こそビッグが来るんでしょうかね。来てほしいですけどね。また4連ですね、結構おいおいおい笑いもですね、どうなるでしょうかね。ビッグが追いついてほしいですけどね。けどまあ4連は嬉しいです。来るでしょうか。72、今日2回目のゴレンちゃんですね。今ところ村前もゴレンちゃんやったとか、はい、で攻防できて、流れはいいんですけど、全然増えない、逆に減ってると。さあビッグか、よかったですね。ありがとうございます。はい、私やっぱり5連でしたね。隣が200ちょっとで当てて、一応どんくらいかな、1300枚ぐらいね、持っていきました。でここで私はね、多分隣に移動しなければいけないでしょうけど、どうもね気になるんですよね、このビッグとバーの差が4個、なんか追いつきそうな感じがするんで、私はこっちを信じて行きます。移動しない。はい、それを言いたかったです。はいはい、マリア相変わらずねピカピカ光りますけど、私も263、前がねこれぐらい一緒ぐらいなので、またね 2,3 連しないかなと思ってるんですけど、さあどっちでしょうかね。お願い。あー、よかったよかった、なんとか繋いでます。はい、ありがとうございますと言いながらね、ギリギリでした。はい、334。はい、連チャンしなかったですね。もうバーがね500、600、650回でもいけないですね。あ、間違えた。はい、ダメ。はい、あと9枚でね、飲まれます。まあ1万円使うかどうか迷ってるんですが、もうすでにね5時間半ぐらい、売ってますので、そろそろ眠たくなってきました。どうしようかな、終わりますね。あ、ちょっとね、200ちょっとまで、あと2000円だけ、打ってから終わりましょう。本当にすごいですね、これだけ当たってないのに、あと1000円って言ったら本当に当たりましたね。あ、これはねブドウです。ブドウをしっかり狙いましょう。残り1回転で、もう終わります。はい、あれからね、まだ、1000円、あ、2000円か、突っ込んで、合計2万3000円の投資ですかね。じゃあこれで、終了したいと思います。あと1回転でね4500回転、総回転がなりましたが、まあ、今日も楽しむことができました。声がね役立ったらよかったですね。ご視聴ありがとうございました。